はい、どうも皆さんこんにちは。本日もあつ森やっていきましょうか。さあ、気づけば2月ももう1週間が過ぎ去ろうとしているところですが、皆さんはどう過ごされてますでしょうか。けどまだまだ寒いよね。外が寒すぎるわ。去年ってさ、こんなに寒かったっけ。そんな寒いっていう印象がなかったんだけど、今めちゃくちゃ寒いね。さあ、そういったところで今日はですね、1点皆さんに共有したい内容がございますね。じゃあどういった内容かっていうと、任天堂の第3四半期決算、こちらがようやく出ましたね。まあマニアックな方しか見てないと思うんですが、そこで衝撃的な事実が明らかになりました。なんとね、任天堂スイッチのゲームで今まで歴代で一番売れていたゲーム、あつ森だと自分も思っていたんですが、どうやら違うみたいなんですよ。違うってどういうことやって最初思ったんですが、これは完全に予想外だったわ。皆さんは何のゲームが今まで一番売れたか知ってますか？これ分かればすごいな。どうだろう、分かる方ってどれぐらいいるんだろうか。もしよろしければコメント欄に書き込んでいただければ幸いです。そしてチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。そしてチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。では答えを言ってしまうと、こちら見てください。任天堂2022年3月期第3四半期決算っていうことで、このような記事が出ていたわけなんだけど、これを見てもらったら分かる通り、あつ森はですね、現時点で全世界で3762万本売れてるわけですよ。やばくないか。3762万本ってどういうことや。もはや次元が違うよな。ただその次元が違うあつ森なんだけど、それを超えてるゲームがあるんですよ。それはすなわちマリオカート8デラックス。なんとこちらのタイトルがあつ森より累計で言うと売れてるんですよ。まあ確かにね、2017年の4月に発売されたゲームだからアドバンテージはあるんだけど、ただそれでもあつ森を超えてるっていうのはすごいよね。でなんとその累計販売本数は4335万本っていうことで、めちゃくちゃ売れてますね。ですのであつ森と比較すると約 10% から 15% ぐらい売れてるってことか。そう考えるとやばいな。だって本数で言うと500から600ぐらい離れてるわけだから、そう考えるとやばいな。まあマリオカートシリーズっていうのは記事でも書かれてる通り、発売後しばらく経った後もじわじわ売れていくタイトルなんですよ。ただそれにしても4335万本ってやばすぎでしょ。そしてマリオカート8デラックスとあつ森合わせてなんと約8000万。これだけでも相当すごいよな。任天堂やばすぎでしょ。まあそういった内容が第3四半期決算の決算資料で書かれてました。いやーけど意外な結果に終わりましたね。今まであつ森が任天堂スイッチ歴代一番売れてると思っていたんですが、マリオカートなんだっていう。まあ一応ですね、日本国内だけだとあつ森とマリオカートだとあつ森の方が売れているんですが、ただ世界目線で言うとあつ森よりマリオカートの方が売れてるみたいな、そんな感じかな。そして今回は任天堂スイッチの記事が出ていたわけなんだけど、Wii の時はどうだったのかっていうと、一番売れたゲームって皆さん何か知ってますか？なんとね、 Wii スポーツなんですよ。 Wii スポーツがね、確か8300万本だっけ。確かそれぐらい売れていたと思います。で時点でマリオカートが売れていて約3000ぐらい売れてたんじゃなかったっけ。まあそれぐらい売れていたわけなんですが、ただそう考えるとやっぱりマリオカートってすごいよな。そして Wii 時代の Wii スポーツやばすぎでしょ。8000万本ってやばくないか。だってさ、8000本じゃなくて8000万だからな。まあ調べてもらえればわかると思いますが、 Wii スポーツは世界中でかなりブームが巻き起こっていたみたいですね。ちなみに僕は Wii スポーツは購入してませんでした。だからそういう自分は相当珍しいっていうことか。 Wii 持ってて Wii スポーツ持ってない人ってほとんどいないみたいだから、皆さんは Wii スポーツやったことありますか？けど何なんだろう、やっぱりスポーツ系のゲームって売れるんかな。まあ、マリオカート8デラックスも、まあ、一応レースゲーム。まあ、レースってさ、大きな意味で言うと、スポーツに分類されるわけだから、まあ、そう考えたら、やっぱスポーツゲームっていうのは売れるのか。いやーけどマリオカートすごいよな。そういえばマリオカートの完全最新作、マリオカート9。そちらのタイトルが、もしかすると、来年か再来年に、
発売するんじゃないかっていう噂が出回ってますが、あれってさ、公式情報だっけ？どうでしたっけ？まあ、とりあえずマリオカートの最新作が出るよみたいな話は小耳に挟んだんですが、あれって結局どうなったんだろう？まだ正式な年度であったりとか内容っていうところは報告されてませんよね。あれがめちゃくちゃ気になるな。いやーけどマリオカートは本当に面白いからな。なあブーケ、なんか今日はよく会う気がするな。おしゃべりしようでいい？ねえねえチーク、このラグビーのユニフォームあんたが譲ってくれた服だよ。完璧に着こなせすぎててあたいのための服って感じでしょ。ちょっとね、マリオカート9が出たらガチで頑張るわ。マリオカート動画はバリバリ投稿していきますよ。ちょっとマリオカートガチりたいな。あら、シャ様すごい。しばらくぶりじゃない。ウホンホン島は相変わらずよ。お散歩がてら見て回ってきたら？いや、見て回ってきたよ。見て回ってますよ。けどさ、あたり一面、雪景色。雪がかなり積もってます。まあ、正直それぐらいしか変化がないからさ、なんとも言えないところではありますよね。ただ言ってる間にもうすぐ冬も終わりか。だって今日動画撮ってるのが2月の1週目だから、あと3週間経てば、もう3月よ。で、3月っていうことで四季で言うと春に分類されてるわけだから、もうね、春が近づいてきた。春一番よ。春一番ってさ、確か3月の中旬ぐらいに吹きますよね。いやー、早く春になってほしいな。冬と春だったらやっぱり春の方がいいからね。この時期のダンストレーニングは体がポカポカになって寒さなんか吹っ飛んでっちゃうよね。ダンストレーニング、まあまあまあ別にいいんじゃないか。ダンストレーニング、そういう考えも俺はいいと思うよ。チーク元気？あたりも元気に休憩中。元気に休憩中ってどういうこと？休憩に元気とか元気じゃないとかあるのかちょっとわかりませんが、ちなみにさ、ハピパラってどれぐらい売れたんだろう。あれが気になるな。具体的にどれぐらい売れたのか、そこのデータっていうのはまだ出てませんよね。もしかすると出てるんかな。なんか探した感じだと、おいお前取れてねえじゃねえか。まあ探した感じだと出てなかったんですが、もしわかる方がいらっしゃいましたら、ぜひね、コメント欄に書き込んでいただければ幸いですね。よろしくお願いします。ハピパラは多分100万ぐらいは売れてるんじゃないかな。いや、けど100万も売れてないのかな。どうなんだろう。ハピパラって皆さん買いましたか？逆に買ってない方は理由についてもコメントいただければ嬉しいですね。まあ多分あつ森ユーザーの大半が買ってるんじゃないかなって思うんですが、あれは結局どうなんだろう。見えてこない部分がありますよね。けどあれに関しては買って損はないと思うから、もし気になる方は買ってみたらどうでしょうか。今日はチークとたくさん話してる気がするね。世間話しようぜ。そういや、学生ニートちゃん。ごめん、学生ニートネタはもういいわ。はい、ということで今日の動画一旦終わりましょうか。まだチャンネル登録を済んでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからもあつ森動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。おそらくあつ森やってる方であればチャンネル登録しておいて損はないと思うので、ぜひ気軽によろしくお願いします。あとはですね、あつ森の再生リストもあるんで、もしよろしければそちらの再生リストから気になる動画見ていただければと思います。では今日の動画終わりましょうか。じゃあね、バイバイ。